よし、キッキーで打ったな。おはようございます、おはようございます。というわけで、寒いっすね。マジ今日、今日めっちゃ寒いらしいよ。皆さん気をつけてください。防寒を、防寒を、防寒をしてくださいね。すごく寒いらしいんで。そう、寒いらしい。なんかちょっと嫌なんだけど。寒いの、寒いの嫌なんだよね。でも明日がもっと寒いんだったかな。今日、うん、今日雨、夜から降るくて、明日はもう雨みたいな、一日中最悪やもん。寒いからみんな凍え死なないように。今日マフラー持っていくかマジで迷うところ。持っていった方が安牌ではあるよね。絶対あったかいじゃんってなっちゃうしさ。私なんかめっちゃでかいカバンで行こうとしたり、ちょっとでかすぎるな、なんかぶっかぶかやし、ちっちゃいので行きたいな。そう、なんか今更に思ってしまった。もうここまで準備したけど、もう全部荷物入れたけど、けどね、なんかちょっとでかいわこれは。邪魔だな。いや、なんかさ、いいちっちゃいいい感じのねトートバッグをちょっと前に買ったんだけど、金具がぶっ壊れまして下げられなくなってしまったからさ。でっかいの昔から使ってるね、でっかいの使ってるんだけど、でかいわやっぱりと思って。手に持つなんかな、手に持つと思っちゃうよね。手に持つのなと思っちゃうんだよね。迷ってしまいますね。どうしましょう。いやでも確かにでかいよ。これはちょっと邪魔かもしれない。邪魔っていうか、っていうか劇場に1個トートバッグを置きっぱなしだ。ちょっとね、大きい、あ、忘れ忘れちゃった。大きいよね。ちょっと小さいのにしようかな。ちょっと小さいのにするね。めちゃくちゃちっちゃくなって
これぐらいが一番いいのよ。しかも壊れたこの金具付き、これが壊れたんや。それは直せない、直せない、こう捨てよう。でもこれぐらいがちょうどよくない？だってもう大きくてもさ入るならね。うん、邪魔いっちゃん。見て、うん、肩寒そう。肩寒そう。片岡片身じゃん。羽織れば、うん、なんかさマフラーさしたいなとか思うけど、帽子かぶっちゃうからいいよ。好きなっていいわ帽子かぶっちゃうとさね、マフラーってなるとさすごい髪の毛めんどくさいことになっちゃうからさ、ちょっとマフラー迷うな。めっちゃちょっとマフラー迷うな。うーん、迷うんだよねマフラーって。ほら見て、全然余裕や。いい感じ、いい感じねえ。マフラーね、ちょっと頭ボソボソやねんな、マフラーすると。でも寒いやろうな。襟立てたとてやもんな。あ、カイロ絶対持っていかない。今日絶対寒いな。うん、カイロな、持ってこよう。絶対忘れない。リモコンのも。え？はいはい。やったけど、ゴミ捨てみたい普通に意味が。でもカイロないとさ、手が冷えるんよ、手が。手って出てるからさ。こうやって準備しててもな、土壇場になって準備を変えてしまうっていうね。二人揃うとお出かけの準備かな。いや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 、仕事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 、今から仕事。手袋はせん。だって携帯触れんもん、手袋したら。なんか手袋しても携帯触れるとかあるけど、いやもう触れんから、あれ全然反応してくれへんし、にゃーんってなっちゃうから、結局外しちゃうで、手袋はしないです。だからこうやってスマホ触ってでもこうやって帰る、あーってピョ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 。そうってなっちゃうから、まず手袋をせん。指先がない手袋をもせん。え、だったらいいな、アーマーやってるわ普通に。ここまでやからアーマーが。うん、でも袖の広いアウター着るときはアーマーつけてる、寒いから。だけど袖がこうキュッて詰まってるアウター着るときは、結局あのアーマーしてもあの口、手の口伸びちゃうの嫌やからしない。だしそういうやつって大体こうちょっと長いから隠れるんですよ、手が。だからあんまいらないです。マフラーここ最近買ってない、もう同じの使ってます。
朝遅い方なんですよね。これだってこの時間普通にレッスンしてる。レッスン始まったら全然レッスンの方が朝早いねんけど、普通。しかも舞台終わった次、違う、舞台終わった次の日っていうか22日舞台ないんですよね、休み、休館日なのに朝からレッスンです。なんで朝早いのって思っちゃう。なんかこれがまださ、夕方くらいだったらさ、いっぱい寝てよしってなるけど、朝早いやーってなっちゃうなるし、もう舞台終わった次の日から朝から夜までめっちりってなっちゃう。眠ーってなっちゃう。朝、私も朝ね、早いのほんと嫌いなんですよ。結構メンバーによるけど、朝早くて昼過ぎに終わるのがいいっていうメンバーもいれば、私逆なの。朝寝たいのよ。朝寝て昼から活動で夜でいいのよ。まあそうなるとやっぱ一日潰れた感じするから嫌だっていうメンバーが多いんですよね。だって朝早くからだとさ、昼過ぎに終わるやん。そして昼過ぎから夜まで空いてるから、そこで何かしようって思うらしい。だけど私は別に思わんから私はもう昼から夜にかけてやって、でも終わったら「はい、いえ!」っていいのよ。朝早いのが嫌なんよ。てか寝ていたいんです私、正直。そう、寝ていたいの。もうだから本当にだいたい8時9時ぐらいに起きて12時ぐらいに寝れたら最高。もうこの生活が一番いいのよ私の中で。12時か12時半この生活をマジでしたいから、もうそう無理なの、まずそもそも。だって朝早いと早起きするじゃん、そしたら早く帰ってくるやん、そしたら眠くて寝ちゃうの絶対。寝たくないなと思ってても、いや気づいたら寝てんのよ、記憶がないの、寝落ちしてるから。もうそれで夜寝られへんってなるのがいっちゃん嫌やから、そういっちゃん嫌やから、もう私は昼からがいいんですけど、マジで朝、なんならレッスン午前中で終わりますみたいなね。おいおい、そっから何すんねんっていう話やん。別にもうそれで年内ために予定を詰め込まないといけなくなるじゃないですか。でもさ、せっかくの休みをゆっくりしたいじゃない絶対でもゆっくりしたいじゃないと思うじゃん。ゆっくりしてたら寝るから家で。そう、そうそうそう、もうそのとりあえず家で寝てしまうのが嫌なんよ。夕寝か昼寝をしちゃうのが嫌なの、本当に嫌なの。そして夜が寝れなくなる、夜が寝れなくなることによって朝起きるのがきつくなる、これが一番嫌なの。だからマジで私は12時に寝て、マジ8時9時に起きるのが一番最後。そう、もうこの規則正しい生活をやりたいのにそれができなくなるのがすごく嫌なのよね今もう家帰ってきたらマジでお弁当食べて、そこでお風呂入って、そう寝てるからいいねんけど、マジでね。でも本当にこれは二択にメンバーによって超分かれる。面白いよすごく。朝早くてっていうのがいいっていうメンバーもいれば、昼がいいっていうメンバーもおる。ただでもな、せっかく舞台の稽古の中休みの時に早朝はきついマジ。そして終わった次の日も、舞台が終わった次の日も早朝っていうのが出てきてね。せめてな11時12時ぐらいからレッスンとかだったらな、全然寝れるんやけど。もう絶対昼寝するもん。とりあえず昼寝だけしたくないのよ私は。でも絶対昼寝すると思う絶対昼寝する。朝早くてもいいの、昼寝さえしなければ。そう、
朝早くてもいいんです、全然。ただ私はもう朝早いと絶対昼寝しちゃうの。そうだからもう朝早くてもいいけど、昼寝せえへんねやったら全然朝早くていい。もう昼寝してしまう私が一番嫌いそうそう、朝早いのが嫌とかじゃなくて、寝たくなくても寝てしまう私が嫌なんです。ちょっと難しいよね。そう、あ、15分経った。よし、終了にしたいと思います。42分、はい、いい時間。じゃあ私も今日は、シアターセンジにて、舞台ハイカードを頑張っていきたいと思います。今日も2公演です。13時と18時、皆さんよろしくお願いします。13位秋彦さん、12位ヤングさん、11位ナッティさん、10位カズさん、9位ワイモツさん、8位サキモリさん、7位サワモサさん、6位岡山さん、5位チカイシーさん、4位ヒカリファイカイクスさん、2階から見守っております。おー、お待ちしております。3位秀幸さん、かわいさとおとみあふれる最高ミシェルちゃんのありがとうございます。2位ザク1キの7さん、初日楽しかったしミシェルちゃんかわいすぎてありがとう。そして今日の第1位はナーラブさんです、ありがとうございます。というわけで今日も2公演来てくださる方はお待ちしております。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。